戻りましたよ。お疲れっすかい。今戻りました。じゃあちょっとチーム名募集します、うん、よし。各々のコメント欄とか、あ、いいっすね。はい、皆さんコメント欄にて、と我々3人のいいのがあれば、チーム名いいのあればちょ書いていただけたら嬉しいっすね。チーム名の文字数えぐいな。えぐかったますね。やつらが来るは短くて分かりやすいな。え、めちゃめちゃいいじゃないですか。ちょっと分かりやすいな、それ。やつらが来る、うん、めっちゃありそう。やっぱ短くて分かりやすいやつは、いいっすね。長くない方がいいかな。なるほどね。長いと多分、なんかサムネイルのところで文字潰れますよね。チーム全部並べたときに。短い方が。印象的かな。幕末家臣、まあ、幕末家臣ね。悪くない。え、家臣ってなんすか。その家臣ってどういう感じ。家の、あ、そう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 、臣家って書いて、はい、ダメ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 、そのダメダメダメなの。ひどいな、そんなの。何言ってんの、そんなそんな姫プレイしてますみたいなチーム名でいいわけないだろ。死ぬわ、恥ずかしくて。ダメダメ、何言ってんの。さすがに、うん、さすがにもう。他にはじゃあでもめっちゃみんないいの書いてるな。ああ、いいね。うん、あー、すごいセンスですね。あ、そっか、神と派生神で家臣って言ってるんだ。ああ、そういうそういうことでな、そういうことか。なるほどね。かけてんだ、ダブルミーニングで。なるほどね。確かにそうやって考えるとあれか、聞こえ的にはいいな。幕末家臣ってことね。僕のコメント欄ではエッサかホイサかがめちゃくちゃ人気ですね。エッサかホイサかってなんだ。エッサかホイサか、俺エッサホイサって言うんすよね。口癖走るから。そこからちょっと坂につなげていただいてるかなって感じですね。でもそれダブル坂本というところで坂、うん、ダブルでかかってるところがあるかなと。あ、そうっすね。なるほど。だからエッサかホイサか本業みたいなところにかかってるからか。そうっすね。でもエッサかホイサかでハセシンってわかる。まあ、わかるか、見てる人はわかるか。わかるかもっすね。結構、エッサホイサイコール初めてとかあるんで。通称、ESHS 言われてるっすね。エッサホイサ。人笑い取るか。ちょっと僕、あれっすね、結構いいかもっすね。これ、わかりやすいかも。人笑い、わかりやすくなるかな。わかりやすいか、それ。それか、他には。うん、でも俺、個人的にすごい行きたい名前は今のところで、うん、あのやつらが来るがもう俺は、いや、奴らが来る、いいんすか、奴らが来るは。いやでも僕はめっちゃ全然もう聞かせていただけたらめっちゃ嬉しいっすね。いいんすか、まあ、嬉しいなっていう、逆にそれは僕は嬉しいなと。えぇ、そんなに奴らが来る、ちょっと熱いっす、うん、僕の中では今わかりやすいんじゃないですかね。僕も、やつが来るから、どっぷり、ハマってしまわれたので、うん、いや、神松獅子よりは一万倍いいな、やっぱセンスいいな、うん、誰だよ、神松獅子って言って神松獅子あかんわ、勝った、このまま、行かないで本番よかった、配信つけて、募集してでも、一回提出しときますね、じゃあちょっと僕も、自分の自画像っていうか、提出してきます。なんか、一アップキノコのやつ出したらダメですって言われたんですよ。いつものやつにしてきます。うわ、それで、それでワンナップのその一アップキノコのやつ出したらマジでもういよいよすごい面白かったんですけど、ね、ダメですって言われたから、じゃあやめます。その方、緑の悪魔から俺と神ちゃんが逃げてるみたいな絵なのもチーム紹介の時に。そう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 、すごいって、うん、まあ、いつものやつこれにします。やつらが来る、うん、で一回提出しときますか、うん、はい、よし。いやー、いや、いい名前、やつらが来る、熱っ、熱いね、めっちゃいい、最高や、ほんまに決まってしまうとこれしかないって感じですよね。ですね、うん、やつらが来る、やばいな。いや、俺と神ちゃんも仲間入りさせてもらってありがたい。これやつに、ラーって服すだけいいっすか、恐れ多い。もしかしたらこれだって、やつが来るで検索したら、うん、もしかしたら引っかかるかもしれないですよ。引っかかる、引っかかる。